スリッターヘッドを作るにあたってどのようなインスピレーションがありましたか？まあ、やっぱり一つ大きいのはやっぱ香港という街から受けたこう自分のなんかこう熱量みたいなところと、まあもう一つはちょっと常々やってみたかったところで言うと、サイレンっていう作品をまあ昔手掛けたんですけど、そういうコンセプトをさらに再解釈していったらどうなるかなみたいなところが起点になっていると、その大きいところで言うと2つがインスピレーションかなと思っております。ここは僕の考え方では、なんかホラーとは特定の、まあ、ホラーというジャンルに紐づくものではないと思っていたりして、まあ、あらゆるジャンルの方向性のゲームの中でもホラー的な表現とかそういったものはあるという考え方にまずはのっとっています。でその中でより間口を広げて若いプレイヤーの方とか、まあ、そういう普段ホラーゲームをやらない方とかでもやれるような素地を作りたいと思っているところで言うと、まずアクションゲームとしてのなんていうかこう楽しめるっていうところをしっかりしつつ、まあ、その上でやっぱりその単純に敵を倒して気持ちいいとかそういうこととは違う、葛藤であるとかね、まあなんていうかその躊躇するその戦いにあたってっていうところをこうドラマ性とアクション性とうまく合わせて表現する、そういったことを狙いたいなと思っているゲームであります。今回スリッターヘッドがサードパーソンになるか知りたいです。はい、そうですね、サードパーソンを考えてます。テマさん、なんかそれについて。いやもうだからこれは本当は最初は選択肢たくさんあったけど、結果的にすごく僕らが一緒にやってきた、それこそグラビティラッシュのスタッフとかも入ってきたら、スタッフの強みとかを生かすっていう部分で言うと、サードパーソンのアクションっていうのが、まあ、僕らにはすごくフィットするかなという感じで、そこを選びました。質問としては抽象的なというか、まあサイレンにあった視界ジャックみたいな、もう文字通りの他人の視点みたいなところもあると思うし、こうマルチプレイヤーとしてこう大きな話をこういろいろなキャラクターから捉えるとか、まあそういったいろんな意味があるかと思うけど、まあ どちらにせよ、まあ僕らとしてはそこが得意なところであるので、まあ自然とそういったところを活用したくなってで実際に使っていったりはしておりますので、ご期待ください。なんか最初独立しようぜっつって、でも この辺の企画でなんかこうよそ様と掛け合おうぜって言った時に、他にもありましたからね、何本か書いて、書いた時のあったんですね。結構最初は 4,5 本書いて、この2人に見てもらってどうっつって 2,3 本に絞ったところの一つが今回の薬師の原案かな。まあ、次の質問にもつながるけど、規模感的には今まで僕ら私たちがやってきたタイトルに一番近いのがそのこの今やってる薬師スリッターヘッドなんですけど、だからそれが何としてもやるっていうよりは会社の設立とバランスを見ながら選んでいったっていう感じですね。で近いんですけど同じじゃないです。やっぱり予算規模的にも、まあ、もう少し抑えて、コンパクトなところに着地しようと考えてますね。でDLC の話なんですけど、そういったことは DLC、 時もなんていうかね、それ質問にあったのは、グラビティラッシュの DLC でちょっと独立したストーリーとかを作ったんですよ。だからまあそれ
実験的なっていうことが言いたいのかなと、まあ、実験的なで言うともう素で実験的というか、うんうん、確かにね。いやもうちょっと楽に作ってたらいいのにと今回もね本当になんでこんなにやったことないことばっかりやろうとして、うん、ああめんどくさいみたいな。めんどくさいは違う。いやめんどくさいは違うです。あのやっぱね、あのあるものを真似してもしょうがないんで、結局必ずその、ね、やったことないこと、見たことないこと、僕らの勝負ですね。結局なんかこう、はい、これやったことないからやろうぜっていうことに、ね、うん、いい意味で、そういい意味で変なものをっていうのを作りたいなっていうのがありますね。はい、DLC はだからそういう意味で言うと今まだまとも偉いですね、うん、今のこの本編が終わってから、はいもうはいはい、あもうでもそうやね、本編に集中すればするほど何ていうかね DLC とか、まあ、それこそ続編とかに言うと、うん、もうとにかく最初の一つがみんなが楽しんでいただけないと、まあ そうですね、それにかかっているので、まあそれまずは楽しんでもらうこと、まあ、でも加えて言うと、うん、だから今まではやっぱり何でしょう、ソニーがいた時とかはそこで承認されないといけないんですけど、今の状況としては面白かったらやってみようってできちゃうんで、うん、それは逆にあの声が大きければ大きいほど、うん、答えやすくなってますね。何もかも自分たちでできるんだけど、逆にやらないと回らないっていうところなので、あのそうですね、自由は自由ですけど、自己責任の自由っていうところですね。まあでも楽しんでやってる感じはあります。はい、そうですね。ある意味、差がむしろ 多すぎて、どこから言ったもんかっていうところが正直なところなんですけど、うーん、でもゲーム作ること自体は実はそんなに、うん、変わってないですよ。だゲームを作る周辺がもう全部違うっていう感じなんで、ただそこの全部違う部分はじゃ あの前の方が、まあ、パブリッシャーの方がいいのかって言われると、まあ、そうでもなくて、やっぱり決断とか、そういう部分に関しては自分たちで、まあ、責任はあの先ほど大倉も言った通り自分たちを追う必要はありますけど、まあ、やっぱりその辺スピード感を持ってやれるんで、そういう意味では充実してるかなと思いますね。やっぱりあの今はすごくミニマルな組織の構造になってるっていうところで言うと、やっぱり早い、圧倒的に自由度が高くて早くて、決断にしてもだからもうなんていうか自分たちが思った通りに何でも物事が進められる速さ、これはもう決定的に違うけど、もうそこはでもただ誤解してほしくないのは、あのなんかといってだからなんていうかな、いいことばかりでもないところはあるんですよ。やっぱりあの苦しい局面というか苦しい判断とかでも、なんか今までやったらどっかの組織のどこかの誰かがふわっと吸収してくれていたようなことも全部自分に乗っかかってくるっていうところの、まあその責任の重さみたいな、まあ完全に相反する要素ではあるけど、まあそこはただ今のところはすごく楽しめているというかね、若い頃というかね、かつて自分たちがやっていた時のこじんまりとした時の舵取りのニュアンスとちょっとこう今は近しいもの、でもただ実際ね規模大きかったり、本当に何て言うかな、もう僕らが責任を負わなきゃいけない範囲は広がっているけど、まあ、そういう意味で言うと何て言うかすごく何て言うか新鮮であり懐かしいみたいな、そんな気持ちで取り組めていると思ってます。オフィス内の巨大な本棚にはさまざまな書籍が並んでいますが、スタッフの皆さんがこれまでに手掛けた作品に影響を与えた書籍なのでしょうか、コンセプトのようなものはあるのでしょうか。やっぱりこうまず作品に影響を与えたなんていうか資料みたいなものを集めたいっていうかね、そこに関してはなんていうか将来的にまあ
どういう形かわからないけど、こうユーザーの人がここに遊びに来て目にする機会があったりとか、そういうことができたらいいなっていう思いはあるので、まあそういうことを見越してなんですが、まあとはいえなんか全てが全て、そういうものでもなくて、もう僕の家の本棚から持ってきたみたいなものもあったりするんですけど、今もね日々ちょっとコミックを中心にちょっとこう実際になんか薬師スイートハイドに影響を与えた作品と言えるものを増強したりとかをやっているので、まあ、ちょっとそういう意味でちょっとこう興味を持って追っかけていただけるといいなとは思ってますね。それで言うと一番で言うと本当は取材から始めるんですけど、うち の制作って、でもこのコロナ禍で取材行けてないってところがちょっと一番結構残念ですよね、うん、どうです？まあサイレンもう十数年昔なんですけど、そうですね、その頃の、まあ、知見と経験とかを持った状態で強くて2周目みたいな状況では今決してなくて、当時は当時なりの苦しみとかあったと思うんですよ。あったんですよ、あのサイレンで新しい試みをしようと。でそういう苦しみを今同じように味わってます、はい、新しいものを作ろうとしているので、なんでそういう意味では同じですね、はい、でもあの頑張りますし、あの楽しんでいるところも当然ありますので、はい、そういう感じかなと私自身は思ってます。その昔のようなっていうことを言ったとしたら、やっぱりね、なんていうかな、あのうまくやんなきゃっていうことになっていったんですよね。昔からするとやっぱりその先を見越して無駄がないようにとかっていうのは、もう当時とはもうかかる予算が、まあ単純に言うとね、予算も全然違うし、もうみんなスタッフもなんかこうね、ある意味こう、いやもうなんか面白きゃ何でもいいっすっていう若いもんじゃなくて、今もう家族を持ってとかそういう家族を持って責任を持ってみたいなで言うと、やっぱ失敗できないなみたいな、うーんっていうあれで言うと、ちょっとね当時のような、まあそういう責任意識とかそういうのはもちろんちゃんと維持してますけど、いやでも面白いことやりたいよね、作りたいよねっていうか、もうこうあのそういうことをまずさらけ出すというか、あのもう組織としてこう振る舞わなきゃいけないじゃなくて、まず何やりたい、何が面白いとか、せっかくこの場にいるんだからどうしたいのみたいな、まあそういうことを言っていこうよお互いっていう、もうで頭抱えたりとかね、もうさっきもそう、うーってみんな なんかもう好きなことを言い過ぎるだけど、こうやってうーってなる体験がね、やっぱ新鮮でも懐かしくもあって大変なんですけどね、うん、でもそういうところが一つ昔っぽくて、あのちょっと懐かしくて楽しいです。僕は本当今でも普通に揉めますからね、揉めるけど大人の燃え方だったね、みんな、いや変わらない、気に食わねえとか、そういうなんかこう20代みたいな揉め方はしなくなったけど、いいんですかこれでってこうなんかもうちょっとこう回りくどい揉め方はするが、あ、まあ人によりますけどね、まあ旗から見てると一緒ですよ、激しかった、ね、そういう意味で言うと、だから野生に近かった、だからうわーってなんかもうお前とやってらんねえやとか会議で言って、まあ、いやいいか飲み行こうぜって伸びて何とかするみたいな、まあそこまで極端じゃないけど、うん、まあ言いたいこと言って、でもなんか切り替えて酒飲んでじゃないけど、あの、うん、今はね、言いたいことを言う、ね、その切り替えてちょっとまたお互い分かり合おうみたいな、そういうことをがね分かりやすくできてたりはしますかね今そこは好きです僕。はい、これは本当にね、かなり根っこの方の世界観構築に関わる話だけど、まあ何て言うかな、
まあ割と何ていうか、現代的なというか分かりやすいシチュエーションみたいなので言うと、人を食う怪物がいてっていうか、そういうゲーム作れたらいいなと思っていうところからいろいろ考え始めた時に、なんかまあ単なるゾンビとか、なんか人を食うクリーチャーとかね、今までたくさんあったような、まあそういうのだと面白くないなと思って、何かちょっと変わったパターンの怪物っていないのかなみたいなのをちょっといろいろ調べてた時に、まあ脳を食べる怪物、イエゴズーですかね、あのその発音とかはもうはっきりしなかったんですけど、まあ、というようなエピソードにたどり着いて、そのまあ必要にこう脳を食べようとする怪物ってなんかちょっと面白いなと思って、そこからこうインスパイアされたところから始まったのが今回の企画というものでありますね。今回はゲームでどのようなコンバットが見られますか？トレーラーでは近接攻撃や銃器なども面白そうな要素がありました。そうですね、バトルアップ、コンバットということで、ある程度そのプレイヤーの皆さんが今までやってきたアクションゲームとかで、まあ、こういう作法、こういうプレイとか、そういう感覚は ある程度従事しております。で、それにプラスでさっき田山さんが言ってたようなその新しいことへのチャレンジみたいなのがありまして、私も同様の考えを持ってまして、今までになかったなんだこりゃっていうような要素をうまいこと入れていけたらなと思いますので、そうですね、新しいちょっと触ったことないぞこれはみたいなのを、はい、うまく入れ込んでいきたいなと思っております。まあ、なんか典型的サイコホラーというかね、まあ、そういったサイレントヒルの時にちょっとフォーカスしたような要素に、まあ、それもいつかやりたいと思ってるけど、僕個人的にはそういったものはなんかより絞られたシチュエーションというかね、まあ、予算感とか、まあ、テーマの、まあ、もっとこう個人に集約する形っていう時にやりたいかなと。で、今はやっぱりある程度こうアクションが得意なスタッフとか、まあ、そういったところでやっているが集まってやってるっていうとはやっぱり各々の強みっていうところで、まあ、ちょっと違う形というかね、まあ、なので、まあ、より個人的な作品はいずれ将来的にはやりたいと思ってます。どう答えたらいいのかな。そうですね、さっき話があったようにその今回はそのホラーについてはそのエンターテインメント性を優先していきたいというのがあったと思うので、あんまりその進みたくない動きたくないっていう感じではないとは思うんですけど、まあ、そこで感じる、怖さみたいなのはアクションを中心としたゲームだとしても何らかの形で入れていきたいなと思うんですよね。で、緩急ってあると思うんですよ。怖いアクションゲームだとしても、まあ、バリバリアクションしてる時とちょっと落ち着いた時とってあるので、その落ち着いた時の表現の仕方として、なんかねうまくそういう怖さを入れられたらいいかなと私は思ってるんですけど、山さんどうですか？そうですね、だからなんていうか、いわゆるゲームの難易度的に理不尽だから辛くて怖いだろうっていうことはあんまりやりたくないな今回はと思っていたりして、なんていうか葛藤ですかね、なんていうかこれをやるべきかやっていいのかみたいな、そういうところのでなんていうかこうテーマ性に迫っていくとかいうことにチャレンジしたいなとか思っています。はい、ディスクですね。もちろんやっていきたいと思ってますよ。で、できれば、ね、初回はコレクターズエディションみたいなのも ね、 そうですね、ロマンがありますから ね、 ね、僕らの世代だとやっぱりやりたいですよね。パッケージにはやりたいですね。はい
で、富山さん、他のシリーズやったか、はい、サイレントヒール、サイレントヒール、まあ、序盤のとかはもちろんめちゃめちゃやってます、うんうん、はい、ただ結構いろんなモバイルも含めてたくさん出てて全部網羅してるかっていうとごめんなさいって全部やってないです、まあ、全部細かく追ってはないです、はい、でもまあ主だったとかやってます、はい、はい、ある意味僕の中でも集大成的な部分はあると思っていまして、まあ、まあここはちょっとこう折に触れて公言してますけど、アクション性をちょっと重視したっていうところで言うと、やっぱりグラビティラッシュからのフィードバックっていうのは、結構大きいですね。特にあのなんか高低差がビルの高さがある中での高低差を生かしたアクションとか、まあ、そういった部分だとすごくグラビティラッシュ作った時のノウハウっていうのが生きているかなとは思います。このプロジェクトが成功したらシリーズ化するか、それとも全く新しいものに、まあ、プロジェクトに進みますか。いや、まずはこの成功からですよね。そうですね成功してから考えたいよね。ただあれじゃないですかね、続けてやるっていうよりはやっぱり多分その時のまたやりたいことを優先すると思いますね、うん、いやでもすでになんかもう今作ってても、うん、もうなんかやりたいことはどんどん積もっていって、まあ、もうものによっちゃもうこれ次回作とかそういうことは言ったりもしながら進めてるけど、うん、まあでもなんだろうな、ここはぶっちゃけた話、やっぱり最初のインパクトが大事だと思ってるんで、うん、そこにまずは集中。そうですね、そこです、はい、はい